Hello there! 始まりました、もちつチャンネルです。今回はですね、トイックの鬼門と言われるですね、Part 2について、その傾向と対策について話したいと思いますね。まあ、このパートはですね、新しいトイックになってから非常に難しくなったパートですね。非常に困る。まあ、昔のトイックはですね、非常に簡単なパートと言われていたんですけども、今はとても難しいパートになっています。はい。で、それぞれですね、対策ですね、トイックのそのですね、韓国ではですね、公式本が出てて、そこにですね、どれぐらいの割合でどういった問題が出るのかっていうのがあるので、そこをちょっと話してみて、その後でですね、対策をですね、ちょこっと話したいと思います。パート2っていうのは、誰かが喋って、それに対する返答をですね、選ぶ問題なんですけども、まずその最初に喋る人のパターンっていうのが出ています。まず一番多いのが WH questions ですね。で、それぞれ who が 8%、 when が 5%、 where が 8%、 what が 4%、 how が 8%、 why が 8%、 which が 4% ってなっています。で、その他のタイプのですね、ものなんですけども、まず疑問文が 40% あって、その中で yes の疑問文ですね、でそれが 12% で、いわゆる否定ですね、が出てくる否定疑問文が 7%、そして、選択疑問文が 7% ですね、あの A or B とかってやつですね。で、不可疑問文ですね、Don't you とかってあるやつですね、Isn't とかってですね、それが 7% で、間接疑問文ですね、それが 7% あるですね、間接疑問文は 1% ですね、 1% で、あとは提案とか要求みたいなやつがですね、 7%、 これしたらどうとかですね、Why don't you みたいなのとかですね、これしてくれませんかとかっていうやつですね。で、あとは普通の平常文っていうのが 14% で、命令文っていうのが 1% あるっていうふうに、分析がされています。で、どういった対策をしていかなきゃいけないかなんですけども、一番やっぱ気をつけてほしいなってものは when versus where ですね、when と where ですね、この WH の中でも非常に難しいやつですね。僕も何回も引っ掛けられていますので、必ずですね、when と where の聞き分けはですね、耳を澄ましておかなければいけません。例えばですね、when is the meeting held ですね、っていうのと、Where is the meeting held? ですね、っていうのがあったとして、When is the meeting held? っていうのは、When ですから、いつですね。それに対して、Where is the meeting held? っていうのは、どこ で、その会議が開かれるのかっていうわけなんですけど、全然違う意味になっちゃいますよね。なので、気をつけてください。これですね。毎回言ってますので、必ず引っかからないようにですね。Where だったら場所を答える。When だったら時間を答えるっていうのが、これが大事ですね。で、続いて、いわゆる変化球と言われるやつですね。直接的に答えない問題っていうのが、毎回一定数出題されて、これが難しいんですよ。これのせいでですね、とってもですね、難しくなったんですよ。今のトイックっていうのは。だから、When is the meeting held? ですね。いつミーティング開かれるのっていうのに対して、いろいろあるわけですよ。It hasn't been decided yet とかですね。まだ決まってないよとかですね。I don't know とかですね。知らないよとか。Ask Linda ですね。Linda に聞きなよとかですね、いろんなパターンがですね、出てくるんですよ。I told you so many times とかね、何回も言ったじゃないとかっていう風にですね、思った予想したものと違った回答が返ってくるやつですね、いつって言ったのに対して時間を言ってくれない、全然違うものが返ってくるっていうのが、これが必ずですね、決まった割合出題されていますので、こういったものに気をつけておくですね。まあ何かしらいろんな、まあ、市販のですね、まあ自分だったら Part 1、2特急とかっていうのが出ていますけども、そういったものでそのパターンをきちんと押さえておくってやつですね。変化球にもパターンがいろいろとありますので、で、自分自身は最初かなりやられました。なんだこれみたいなですね、そんな変化球使ってくるのみたいなんで、やられてたんですけど、まあだいぶ慣れましたね。あ、また来たこういう変化球、はぁはぁはぁっていう感じで、最近は全然間違えなくなりましたね、Part 2ですね。なので、ぜひですね、あ、そうなんだ、こういう変化球が出てくるんだっていうのを意識して、受けてみてください。そうですね、when to where とか、センター WH に気をつける。そして、変化球が出てきても落ち着いてですね、あ、そうか、ですね、こういう風に言ってるんだ、ですね。で、まあ、あとはやっぱり消去法をうまく使ってください。ですね。で、3択ですよね。で、この Part 2っていうのは3択で、1個でも消去法を使えれば、もうこれで 50% ですからね、正解する確率。ですね、だから答えの選択肢が分かんなくても消去法を使えば正解にたどり着けるってことはいっぱいあるわけです。だって2つ違うと分かったらもう3つ目は自動的に正解ですからね、なんでこういった気分でですね、ここか結構序盤なんですけど、うわ難しいってへこんじゃう人がいるんですけどですね、もう分かんなかったら
ね、どれか3択ですから ね、どれか選んで先に、先の問題に集中するっていうのをですね、ぜひやってほしいと思います。ではですね、受験される皆さん頑張ってください。私もまあほぼ毎回受けますので、ですね、一緒に頑張りましょう。 OK、はい、ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。See you next time. Bye. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.